1997年ドイツグランプリは1997年の F1 世界選手権第9戦として7月27日にホッケンハイムリンクで開催された。タイトル争いを展開するミハエル・シューマッハとジャック・ビル・ヌーブの脇目に参戦の欠場から復帰したベネトンのゲルハルト・ベルガーとデビュー2年目の新鋭ジョーダンのジャンカルロ・フィジュケラによるポールポジション争いが展開され、 ベルマーが、ポールポジション、フィジュケラが、自身初となる、フロントローの2番グリッドを獲得。タイトル争いの当事者であるシューマッハは、結局4番手、ビルヌーブに至っては9番手に終わってしまった。フォーメーションラップ30分前ににわか雨に見舞われるが、路面は乾いて、ドライ路面に変わりはなかった。オープニングラップでは、エディアバイン、ハインツ・ハラルド・フレンツ・エン、 デビット・クルサードが接触し、ピットインしたがアーバインとフレンツェンはそのまま、リタイア、タイトルを争う二人のチームメイトたちが姿を消す、展開となった。クルサードもフロントノーズを交換して、コースに復帰したものの、直後にマシントラブルに見舞われストップしてしまった。28周目に、ヤン・マグヌス戦が、エンジンブロー、コース脇にマシンを止めて、リタイアとなった。一見、単なる、 マシントラブルのように見えたが、後に大きくレース結果を左右することになる。その後もポールポジションからスタートしたベルガーが回想を見せ、2番手のフィジケラが食いついていく展開になる。ベネトンは2ストップ作戦を、ジョーダンは1ストップ作戦をそれぞれ観光する。ベルガーが2度目のピットインを終えた34周目、わずかにフィジケラが先行したが、死刑員で、 ベルガーが再び抜き返すなど白熱したトップ争いが展開される一方、予選でつまずいたビルヌーブは、ルーキーのヤルノトゥルーリをかわそうとして、スピン、グラベルに捕まってティータイム得点に終わった。ベルガーは、後続との差を徐々に広げていき、フィジュケラも、ベルガーを追撃していく。しかしレースも終盤に差し掛かった39周目、マグヌス戦のエンジンの、 小さな破片を踏んでしまったフィジケラの左リアタイヤがバーストフィジケラは何とかピットに戻ってタイヤを交換したもののマシンへのダメージは予想以上に大きく翌週に再びピットに戻ると失意のうちにマシンを降りたベルガーは闇上がりの影響を微塵も感じさせない完璧な走りを見せポールポジションからトップでチェッカーファステストラップも記録する完全勝利を達成 一年前の同じグランプリで終盤デーモンヒルの追撃を受けながら激しいトップ争いを演じるも残り3周でエンジンブローに泣いた胸を晴らした。2位にシューマッハ、3位にはマクラーレンのミカハッキネンが入った。4位にはルーキーのトゥルーリが健闘を見せ、5位にも同じクルーキーのラルフ・シューマッハ、6位にベルガーのチームメイトジャンアレジが入賞を果たした。 残り4周でマシンを降りたフィジケラは11位、完走扱い。ベルガーにとって、キャリア最後の勝利となり、ベネトンにとっても、最後の勝利となった。くしくも、ベネトンの初優勝は1986年、メキシコグランプリにおいて、ベルガーにもたらされたものであり、それもまた、ベルガー自身にとって初優勝であった。レース後のパレードラップ中、 ミハエル・シューマッハはマシンから降りていたフィジケラを見つけ、タクシー役を買って出て、自分のマシンの登場に誘う。フィジケラも誘いに応じて、フェラーリマシンにまたがり一緒に、ピットへ戻った。ありがとうございます。